皆さんこんばんは、トラと申します。今日はですね、こちらのリン・ザ・ライトブリンガーというね、ゲームをやっていきたいと思います。で、今リソースをダウンロードしてるんですけど、その間ミニゲームで遊べるということなので、遊んでおります。まあ、特にでも、クリアしたからといって、なんか何かもらえるわけではなさそうなんですけど、まあ、暇つぶしみたいな感じっぽいですね。やっていきましょう。ソフィア、酒場の主。寝てますね。夢見てるね。やめろ！リン！夢落ちみたいな感じ？この子がリンか。ってことはこの子が主人公っていう。え？そうだ。もうしょっぱなバカって言われるとも思わなくて今ちょっとびっくりしましたね。うん、意外とさ、なんかおとなしそうな感じの女の子かと思ったら、そうでもないのかな。ちょっと小悪魔的な感じのね。まあ、もうなんか見るからに、もう見るからに悪そう。僕たち悪いですって顔してますね。あ、戦闘ですね。ここはジンとリンの過去だよ。ジンとリンの過去。過去なんだ、ここ。まあ、操作方法を教えてくれるみたいな感じか。まあ、今特にね、何も触ってないんですけど、勝手に戦ってくれますね。敵が多すぎるよ。敵が多すぎるよ。心配しないで、ね。スキルを使うと。アクティブ1、アクティブ2、アルティメットスキルの3種類があるの。3種類なんだ。アクティブ1、アクティブ2、アルティメットスキルの3種類ね。オッケー。タッチ。はい。最後の一撃だ。嵐。結構動きますね。すごい。作りが細かいね。負けちゃうのか。負けイベントなのか。やられるのか。あ、リンがこのジンをかばって吸い込まれていった。誰か来ましたね。そこまでかっこいい。他の次元に移動させたのか。他の次元。うわ、すげえ、ドラゴンだ。え、でけえ、しかもめっちゃでけえな。え、すごいね、これ。てか、ドラゴンの作り、すごい細かいね、これ。あ、戦闘始まった。すごい、さっきの、まあ、駆使して、アクティブ1、アクティブ2を使って。ドラゴンだね。もう。レン、落ち着いて。多分100人に聞いても99人はドラゴンって言うだろうね、これね。ドラゴンのブレス攻撃を避けてから考えようか。矢印の方向にドラッグしてください。あ、移動で避けれんだ。え、いいね。なるほどね。まあ、オートで戦っていく感じのゲームなのかなって思ったけど、あれなんだ、こう、操作して、その、まあ、攻撃避けたり、あ、前後もできるんだ。なるほどね。あー、なるほど、なるほど。あ、よく見るとあれですね、あの、攻撃の前に、なんか赤い、なんだろう、範囲みたいなのが表示されてますね。それぞれのアルティメットスキルを連続で使うと、チェーンスキルが発動するんだよ。チェーンスキル。これで、スキルの効果が上がるの。ダメージがちょっと上乗せされるみたいな感じかね。ちょうどみんなアルティメットスキルが使える状態になったみたい。チェインスキル発動させるか。じゃあこのバイルから発動させればいいのね。勝利の女神。正義の執行。かっこいい。で、クライトン。その目でしっかり見えるっす。で、社員。固定。照準完了。発射。え、ジンは？え、ジンは？ジンも混ぜてくれ。ジンの嵐も混ぜてくれよ。ジンだけ置いてかれた今。ジンのやつはまあ自分でタッチしてくださいねみたいな感じだったのかな、もしかして。防御体勢を取れ。見るからに強そうだもんね。ああ、持ってかれた。ジンが持ってかれた。あ、なるほどね。ここでオープニングが始まるって感じかな。リン・ザ・ライトブリンガーってさ、そう、タイトルにあったから、まあ、この女の子が主人公なのかなって思ったけど、どうやらこのジンくんが主人公っぽいね。で、このリンちゃんを取り戻す、みたいな感じのストーリーなのかな。でも個人的には今のところまあチュートリアルやっただけですけど、結構まあ、好きな感じですね。うん。まあ、その、まあ、普段の操作はオートで、よくて、まあそうね、なんか雑魚敵倒したりとかレベル上げしたりとか、多分それはまあオートでよくて、で、ああいうボス戦とかは、まあ自分で操作して、で、まあそれで、まあ攻撃受けたりとかして、戦っていくっていう感じなんだろうな。
あ、今のあれか。攻撃でどっか飛ばされてたじゃん、ジン君が。今ので飛ばされてここに落っこちたってこと？繋がってたのか。リアさん、この人意識が戻ったみたいです。やっぱり。で、この子たちが助けてくれたみたいな。急に空から人が落ちてきたからびっくりしちゃった。私もで。奴らがリンを。なんか来ましたね。うん、これで報酬がもらえると。これは何なんだろう。もらえたってことかな。さっきのスライムがもらえたってことかな。うん、次に刻み込む知識は英雄の成長ね。英雄の成長、英雄をタップ。成長。英雄を成長。はい、あ、さっきもらったスライムを食わせると。ボタンをポチ。食わせるって表現でいいのか。はい、成長でね。うん、これでレベルが上がったと。いいのは嫌なんだけど、ね、装備の付け方を教えて。あ、武器っていうあれもあるんだね。これでまた冒険に行くと。召喚コンテンツが解放されました。ソシャゲの醍醐味、ガチャができるようになったということですかね。それじゃ仲間を増やそう。選択召喚書だって。選択召喚はね、伝説ランクのお友達を呼び出せるんだよ。おお、そりゃありがてえや。ガチャ演出かっこいいね。そう、俺のターンみたいな。ドロー。欲しい仲間が出るまで。マジか。何度でもやり直せるよ。リセマラする必要ないね。でも一度これって決めちゃうと変えられない。なるほどね。慎重にね。慎重にね。わかった。スキルとか見れるかな。スキルとか見れるならさ、良さそうなスキルのやつを選べる。え、かわいい。ヨルムンガンドってば。くすぐったいわ。やけど、持続ダメージみたいな感じか。ドットダメージみたいな。毒みたいな。魅惑、敵を封じる的な感じか。え、どうだろう。え、ちょっとやり直しますか。何回かちょっとやり直していいかな。俺のターン、ドロー。ドロー演出ちょっとスキップして。この剣と一緒なら。はい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 。あ、でもどの子も可愛いね、やっぱり。攻撃中の敵に3回ダメージ、 50% の確率で防御力を10秒間、15.1% ダウン。防御力ダウン、デバフ系か。やっぱ防御力ダウンに特化した英雄なんだね。と、でももう何回かね。もう絶対これでしょみたいな、あると思うんだよな。この剣と一緒に。あ、かぶった。何も怖くありません。かぶりました。うわ、すげえ。これじゃないか。そんなに見つめないで。え、もう見るからに強そうだけどね。エリア内の敵に241のダメージを与え、30% の確率で自分のアクティブ1のスキルクールタイムを10秒間 10.7% 短縮。攻撃しつつ、クールも短縮すると。30% の確率で10秒間感電。感電っていうのがどういうデバフ状態なのかわかんないけど、敵がね、一定確率で止まるみたいな。やつだったら結構強いですよね。ちょっとどういうものなのか確認したいけどな。でも結構強そうなんで、これでいきます。はい。イオネス。選択召喚は無事終わった？選択召喚終わりました。新しい仲間編成してみようと。チームは5人まであれなんだな、入れられるんだな。新しい仲間を。なるほど。神獣っていう枠もあるんだけど、これは何なんだろうね。まあ、今後追加されていくやつなのかな。また冒険しよう。ちょっとだけ回しましょう。このもらったやつ使ってね。あ、なんか星4です。入ってたね。ティレン召喚チケット。え、星4じゃないですか。いきなり最高ランクのやつもらえるっていうね。あ、これあれですね。さらにこのレッドダイヤもう1000個持ってるんで10連できますね。10回召喚時英雄ランク以上の1人獲得を保証。あ、星4が絶対出るってこと。あ、じゃあ結構ガチャ優しいですね、これ。最高ランクのやつが1個確定で出るっていう。あ、え、かなり出てないこれ。え、すごい出てないこれ。あ、フェイレン。え、すごい出た。攻撃速度ダウン。デバフですね。かぶったー。かぶりましたね。かぶったらこれ何かあるのかな。これ？これでもないし。メイド。やっぱこれですね。うわ、こ、いかついですね。ノックバック。ノックバックとかは結構、あれば、対人戦、え？これは？これ神獣ってやつじゃないのこれ。神獣枠じゃないこいつ。もしかして。でもどう見ても神獣だよね。違うかな。ちょっと編成してみましょう。あ、違うんだ。神獣の枠に入ってこないってことは、神獣ではないんですね。なるほどね。
最高レアリティのやつめっちゃ出やすいですね。いやでもガチャは渋いよりかは絶対にいいんで、いいキャラが当たりやすいっていうのはモチベーションにつながりやすいよな。じゃあちょっとこれでもう一回ぐらい冒険してみようかな。お、これがボスかな。この今1の10なんで多分最後かな。魔族がなぜここに。魔人。ほうほう。あ、これでもアルティメットスキル打つ前に終わっちゃったね。めちゃめちゃ強いな。全く苦戦しなかったね。やっぱまあ最高ランクだからね、かなり強いね。この方はアルフェン族ですね。アルフェン族。アルフェン。この子が一瞬リンリンに見えるんだ。なるほどね。次はアルフェンってとこに行く感じか。あとこれ対戦っていうのありますね。まあ、まだちょっとね解放されてないんですけど、これは多分プレイヤー同士のあのバトルっぽいので、まあ、レベル上げてね鍛え上げた英雄たちを、まあ、戦わせることができると。まあまだねリリースされたばかりなんで、まあ、ちょっと解放されてないとことか結構ありますけど、まあ、今後ね実装されていくのが楽しみですね。キャラデザも可愛いし、戦闘サクサクしててかなりいい感じなんで、皆さんもよかったらね遊んでみてください。というわけで今日はこの辺で終わります。ご視聴ありがとうございました。